そのだけはレース展望です。この時間は11月26日木曜日の展望を行います。今日の解説は競馬近畿北野博之さんです。よろしくお願いします。お願いします、えー。今日は兵庫ジュニアグランプリが行われました。JRA 勢の上位独占という結果でしたね。うん、ね、まあちょっと残念ですけどもね、うんしょうがないのかなと。はい、えー。地元機体のマイタイザンは7着という結果でした。はい、どうご覧になりましたか。うん、あのね、舞きっぷり悪くなかったですからね。えー まあスピード的には十分対応してるんですけどもね、やっぱり二コーナー回って外から上来られて、はい、カブせられてヒルんじゃったと、そんな感じがしましたよね。だからまあ力負けを飲んではないと思うんでね、はい。本当にあの経験の差で負けたなと、えー、そういう感じがします、はい。まあこれまでは逃げかあるいは全速で二番手という、はい、レースばかりだったんで、ちょっとね外からカブされて、うん、若さが出たと言いますか、経験不足のところが出ましたか,、うんかね。まあ休あ憩は初めて出したからね、えー。だからまあこれが本当ね。 いい経験負けていい経験になったと思います。はい、まだまだ強くなっていくと思うんでね。うん、そうです、ね、次行いきたいですね。はい。さあでは明日木曜日も開催があります、えー。ご覧にいただきましょう。11レースを行われます。メインレースは10レースオープンと準オープンの今後1700メートル戦大見舞い特別です。そして9レースは2歳戦アッパートライ競争が組まれています。まずは10レース大見舞い特別から展望いたします。 こちらは A1 と A2 の混合戦 A1 所属は9と A2 所属場が3頭というメンバー構成となっています、えー、北野坊さんの印を見てみましょうどうなりましたか、うん、4番山のボンバー本命ということになっています,す、ね、4連勝で前走初めてのオープン前回がねやっぱり戦4の流れがどうかなと思ったんですけどね、はいまあ、それでも4着ですからね頑張ってたと思いますね。 金利も5 4キロですからね、うん、まあこれも生きてきそうですからね、はい、まあ当然、しあると思いますねえそれから3番、トリニティー・チャーチ、こちらは2走前、オープンも勝ってますし、はい、その前も、ね、オープン勝っていますから、うん、やはりこのおクラスでは上位なんですが、うん、ただ今回、1007というところでね、今まで1007だとかかってね、うん、もう自滅してましたからね、はい、それが1004の競馬になって、そういう面もなくなってきたと。 A1、えーまあ、クラスですから、ね、ペースが今までとは違うんでなんとかならないかなという陣営の話なんですけども、ねはい、まずはどう折り合うかこの辺がまずポイントだと思いますね、えー、スムーズに行けさえすれば、うん、もうオープンで勝ち負けの常連になってきてますからね、はいえー、今日も当然、えー、期待できると思いますよね。はい 3番手、評価は11番のバレーナボス、はい、もうスタートは必ずご手を踏む馬ですけども、ねうん、これはもう、ね、ついて回っていることですから、えー、しょうがないんですけどもね、はい、まあどこまで道、ね、中、差を詰められるか、まあ、3コーナー手前で射程内にい,いれば、ねうん、確実にしまいというか直線は寄ってくるんでねねそうです、ねうんまあ、期待はできるんですけどもねとにかくまあ道中どんだけさばけるかでしょうね。はい え、それから白三角4番手評価8番のマグニフィカーです、はい。これはまあね。ちょっと穴っぽい存在だと思うんですけどもね。ね前回がま23回仕掛けたところで、前が使えたり、うん、行きかけてブレーキかかるとそういうレースがあり、あの2回続いてるんですよね。道中でね。えー、それを考えますとね。うまいこと回ってくれれば。 三着ぐらいだったらないのかなと、はい、そんな感じがするんですよね。もともとの力考えましても、まあ、ここでね、ええー、見劣ることはありませんのでね。はい、ちょっと期待したいですね。久々に川原騎手とのコンタクトですね。はい、すね一戦一勝という川原騎手です。はい、えー、それから、バッテン二つ、六番、今日アーサーと七番、コパノジョージです、ね。今日、うん、アーサーは最近ね、行けば、しだしましたもんね。はい この,、まあ、のしぶとさ十分活かせるようだったらここでももう1回あるの,あるのかなと、えー、でコパのジョ定時、まあ、クラスは上がりましたけどもね、まあ、今の勢いこれで通用しないかなという感じですよね。うんはいえー、それから、まあ、印入ってないんですが やはり10番北雪サンデーが戻ってきたというのは嬉しいですね,うですねうんただね体が以前のもんじゃないですよね、ま張、ね、針自体が物足りませんし、うんまあ、攻め量は、ね、十分足りてるんですけども、えー、そこまでの以前ほどのこの威圧感とか迫力とか、うん、そういうのに欠きますんでね、はい、果たしてどこまで、ね、能力だけで走ってくれるのかなとちょっとと微妙なとこですよね、はい、今回1年ぶりの競馬となります。 重勝5勝の実績は2013年ですからもう一昨年の節配来勝ち倶がないというね。しばらく勝利からも遠ざかっている北節さんで、もう7歳になってますが、まあオーエラの同期としてね。そうですね。もう一花咲かせてほしい,とい,、ね、い本当そうですよ。<ー>あのやっぱりこのまあ応援するファンの皆さんも多いですからね。うん、そうですよね。えー、北節さんで明日復帰戦を迎えます。こちらもどうぞご注目ください。では北野坊さんのフォーカスご覧いただきましょう。 えー、3連単1、2着固定これは3番と4番どちらかが1、2着とということですねそうですねそして3着候補に6番、7番、8番、11番ということで計8点外というフォーカスとなりました、うん、かなり3番、4番このトリニティチャーチと山のボンバー信頼度高いといととうことですねあの力通り走ってくれればね、えー、やっぱり勝ち負けするのはどっちかだと思,い思ってますし。しはい えということで10レース展望を行ってまいりました大見舞い特別発送時刻3時50分ですでは9レースの展望にも参りましょうこちらは2歳戦ですアッパートライ競争12頭立てですさあここは印このようになりました8番の県客ハーバーに本命が入っていますデビュー戦強かったですよね スタートで、ねえー、外に逃げる形でジョッキ、ーほとんど落馬という感じで、ねはい、落馬寸前でしたからね、うん、あれで体勢立立て直して最後はほとんど馬なり圧勝ですからね,ね結構な能力してますね、はい、で前回以上に攻め馬鍛えてますからね、えー、やっぱり、ね、あ強くなりましたけどもさらに強あのこの馬自身強く勝つんじゃないのかなと思ってます。一、うん、の74ハーバーバも、ね、結構走ってますすからねね、はい、そうなんですよ、ねえー まあそのあたりも期待ということになります、うん、デビュー2戦目の県客ハーバー本命です対抗が11番モズキンボシに入りましたはい。このまま使うことに良くなってきましたね1、はい、一戦ごとの成長度というのは相当ありますね<ー>で前回4馬身差ですかこれも圧勝でしたからね、うん、ここに入ってもね、まあ、県客には 劣るかもしれませんけども、他の馬には負けないんじゃないのかなという感じはあります。よねそうですかとなると、もうこの本命対抗というところは、はっきりとした。うん。もしか関係と。そうですね。この本命対抗すんなり決まりましたからね。はい。三番っていうか、混戦ということですね。そう見ましたね。その筆頭が四番オールブリッジこ三角ですが。これ連投なんですけどもね。前走の三着というのは、非常に内容はあったと思うんですよね。一旦下がりながらでも、また直線も理解しましたからね。はい。で、今回は川原騎手。 えー、乗ってきてますんで、うん、なんかさらに動けそうな感じはありますよね、はいえー、4番手評価3番ブルーウィザードですこちら前走認定戦勝ちました、うん、はい。あの地味なんですけどもじわじわ力つけてきたなという印象はしますよね、はい、レースで見ててもどっからでも行けますからねまあ、このままも当然県内に入ってくるとは思ってます、うんえー、それからバッテン印2つ2番のリラフェスタとそれから5番のチェリースカイに入っていますが、はい リーラーフェスタは前回、えー、転入初戦で若駒使ってますからね、はいで、6着ですからね、そこまで負けた感じもありませんし、今回のこのメンバーだったら、当然、前進はあると思いますね。はい、チェリースカイ、これはまあ、ね、どういうからの初戦なんですけれども。 同栄内容を見てたら相手なりに競馬してますんでねコンスタントに入着を拾ってますんで、えー、そこまで大崩れするタイプだとは思いませんし、はいえー、入球後の仕上がりとしても上々ですからね、うん、初戦から狙ってもいいかなとは思っています、はいえー。ということで印6等となりましたがフォーカスはここのようになりましたこちらは3連単8番の健客ハーバー1着固定であとは11番、4番、3番、2番と。 4頭に流すすとという形12点外となりますね、うんはい、ただ、まあ、先ほどの話ありましたが11番かなり2着濃厚と見てここは結構厚めにいきたいというところでしょうかね8番の健脚ハーバー、まあ、デビューからの連勝濃厚という北野坊さんの見解となりました明日の9レースはパートライ競争3時15分のスタートとなっています。どうぞお楽しみください 明日木曜日までと今週の開催になりますが、えー、明日の開催をもって瀬澤博士ジョッキーが引退となるんですね、うん、ねえちょっと寂しいですけどもねそうですね、えー、2006年デビューで今年まだ10年目というジョッキーなんですが、うん、明日ロックラー起乗して最終レースまで乗るんですけれども、はい、これをもって現役引退ということになります、はい、なんとか一月ぶりの勝利を上げてね、うん、花道飾ってほしいと二、ね、レースがいいとこだと思うんですけどね、うん、一番役割はねええええ 明日注目していただきましょう、はいえー、今日は解説北野坊さんでしたどうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたそのだけでは11月26日木曜日明日開催どうぞお楽しみください